ください。4かけないこのままを。午前中あのフィジカルというかこう走ったんですけど、やっぱりなんか時差もあってみんななんかちょっと体が最初入るのにちょっと重かったかなっていうのもあったんですけど、でもまあ午後はすぐすんなりと入っていきました。スタジアムを見るとやっぱいよいよだなっていう気もしますし、でまあ明日、まあね、スウェーデンとこう親善試合というか、ねね、試合があるので、まあ、それをやったらもっとなんかいよいよだなっていう感じがします。あとは本当にコンディションだけだと思うので、やっぱ本当全員が怪我しないで本当にいい状態で本当に 100% のベストコンディションで臨むっていうことだけだけです。初戦ってやっぱどの大会もこう難しいんですけど、やっぱり初戦勝ち点3を取って勢いづけたいと思いますし、はい、頑張ります。自分のホームなんで、まあ、帰ってきたなっていう感じがあって、はい、気持ちよく練習できました。時差ボケは少しありますけど、そういうのも慣れてるんで、これからコンディション上がってくると思います。個人としてはどんどんコンディション上げていきたいと思いますし、チームとしてはもっともっとこうコンビネーションを高めていったり、細かいところを確認していきたいなと思っています。こっちで応援してくれてる日本人の方とか、まあ、チームメイトも見に来てくれるんで、活躍してるところを見せたいなと思います。まあ、初戦、まあ、チーム一丸となって勝ち点3を取りに、全力で戦いたいと思います。